右乳だけ揉まして両乳どういうこと。くるくるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。ちょもちゃん、ありがとう。くるぼしです。どういたしまして。 OK。 はい、くるちょもチャンネルです。始まりますけど、余計な間があったな。俺もまだまだやな。はい、前回のジェンガ動画、完全に俺全力でジェンガやる動画だと思ったんですけど、まんまと騙されまして、久々になんかこう本当のドッキリに、嬉しいドッキリにね、かけられまして、本当にありがとう。概要欄から見てください。今回はちょっと、チョモちゃんが、くるぶしに何をくれたのか、開封&レビュー動画にしたいと思います。これ勘のいい人というか、ね、動画とか撮る人ならもう、ね、もうなんとなく分かると思うんですけど、あげさせていただきます。はい、はい、袋の中には、こういった感じで、かわいい箱で入っておりますね。カメラ好きの方ならもうこの辺でお気づきかなと思うんですけど、そうですね、うん、結構アマゾンとかでさ、ね、よく見るやつなんでね、なんて読むんだろう、そう、なんて読むか、ニーワーでいいんかな、ニーワー製造元は多分中国なのね、うん、うわっかわいい。これ持って結婚式とかで。かわいくないですかこれ。開けさせていただいて。わあ、すごい。これに入れて持ち運んでも、このままなんかね。まあ、いけそうだね。いけそうね。わあ、素晴らしい。ニューアーっぽい名前のレンズ。これあれですよね、マニュアルレンズなので、オートフォーカスの機能は使えない。昔のオールドレンズって全部そうで、オートフォーカスがなくて、フォーカスのリングを使ってピント合わせるっていう感じなんですけども、基本単焦点なんですよね、これは。スペックとしては焦点距離が 25mm の、絞りが F 値 1.8。 オールドレンズとか今後やってきた人にも入門としておすすめ。ほー、キットレンズって F 値が 3.5 とかまでかな。そうですね。なのでかなり明るいボケの具合とかも変わってくるようなレンズとなっております、うんうん、ということですね。くるちゃんと一緒にレビューしたいということで、チョモラでもソニーを購入しまして。マジでお揃い。お揃い。くるちゃんが使ってるカメラがこちらなんですけれども、はい、僕は富士の、XA5 ですね。最近ちょっと新機種が出たんですけど、7。7が出たということは、はい、5自体の、うん、価格も、ね、多分下がるから、これ今後またお買い得になってくる。なると思います。言うてもあんましますけどね。まあまあしますけどね。言うてもあんましますけどね。まあまあ好きなカメラです。はい。ちょっと待って、今ちょっとこれは撮ってるんであれなんですけども、まあ、ソニーのアルファ6400。まあもう言わずと知れた今も代表する。チョモラテの愛機ですけどね。同じレンズで、ソニーと富士で、うんうん、まあどんな違いがあるかとか、今日はおシャンポーしてですね、写真を比べていきたいと思いまーす。素晴らしい企画。今初めて企画内容をした。ということでですね、はい、しょうがないとですね、このカメラ使いますんで、ちょっと映像はくるちゃんのスマホの方に、はい、変身したいと思います。はーい。変身。ちょっと今から付け替えていこうかと思います。今チョモちゃんのレンズはこれはですね、シグマのコンテンポラリーシリーズの、16mm1.4。 我々の動画もあ、そうだね、うん、俺もマニュアルレンズっていうのは初めてなので、そうなんだ、うん、なのでちょっと楽しみではございます。じゃあちょっと付け替えていきましょう。はい、僕のはキットレンズが付いてます。最初から付いてるやつですね。じゃあ、うわー、重量感はありますね、ね、このレンズ。結構重いですね。結構ずっしりと良きだな。はい、着きました。こんな感じですね。まあ品自体は一緒で、マウントだけが、そう、マウントだけがソニーのと富士のとっていうことですね。マニュアルレンズとかオールレンズをつけるときの注意事項として、はい、レンズなしレリーズっていう設定で、うんうん、ありますよね。そこをそれでも写真を撮れるっていうふうに設定しておかないと反応しないみたいなんですよね。そうなんだ、うん、ソニーの場合はこのレンズなしレリーズ、はいはい、レンズなしレリーズっていうところを許可っていうふうにすると、はいはいはい、マニュアルレンズを認識してくれるみたいです。普段ならこの下のとこに F 値出るんですが、表示されなくなりましたね、 F 値が。富士の方もレンズなしレリーズっていう項目があって、はい、そこをオンにしたら認識してくれるんですね、はい、行きました。
まあ、僕の方は F が00っていう感じで表示されてます、ね、このカメラに近い方のリングが絞り F 値のリングで、で前面の方がフォーカスリングですね。ほうほうほう。これでまあピント合わすと、でこっちで絞りをいじるということですね。なるほど。わ、めっちゃ面白い。めっちゃ面白い。今からこれで2人でちょろちょろ撮っていきたいと思いまーす。おー、いきまーす。今回はですね、2人でこのうち、にあった、フリーザ、フルパワー最終形態でですね、尻尾切れて怒っているやつそう、これを一緒に撮ってみたいと思います。はい、じゃあ今からフリーザをバシバシ撮っていきたいと思います。結構さあ、ほな見ていきましょう。ということで、まずはソニーからフリーザ様来てますね。ザーボンさん、ロドリアさん、行きますよってな感じでバンバン来てますけれども、はい、引きがこんな感じになりましたね。じゃあ、こっちが富士の方ですね。はい、富士の方もこんな感じで撮れております。ザーボンさん、ドドリアさん、行きますよってことで、シフォンちゃんが可愛いんですけれども、さあ外に出ました、ソニーです。さあ外だとこんな感じの写りになりますね。はい、我々は素人なのでとてもいいとしか言えませんけれども、とっても綺麗です。安価なレンズでこんなに撮れるんですね。あ、いいですね。 JPEG 撮って出しですよ、これ。何の修正もしておりません。ふーということですね。はい、富士に行きます。富士もやっぱり色が綺麗でございます。逆光もこんな感じで撮れまするし、空も綺麗、修正なしですよ、これ。もうえらいことでございますね。はい、そんな感じですね。あ、ボケもこんな感じで綺麗になります。こんな感じにも寄れるんですね。すごいですね。ソニーでもこんな感じで寄れます。18センチ寄れるみたいです。お花が綺麗。ソニーで撮るとこんな感じなんですけれども、富士になるとお色がドーン、こんな感じで、もう鮮やか、さすがでございます。はい、はい、今写真もバーって今並べてみましたけれども、うん、まあこんな感じでしたね。全然ちゃうね。いや、そうね、本当によくチョモちゃんがずっとやっぱさ、その、うん、単焦点進めてくれて、やっと今自分のカメラで良さがやっぱ分かりますね。なるほど、うん、撮ってみて全然ちゃいました。そうやね、うん、素晴らしい。ちょっとマニュアル面白いな、うんうんうん、このレンズで絞りを変えれるのって、うん、なんかすごい直感的で、そうだね、良きですね。ね、なんか初心者でも逆に分かりやすいっていうか、そうだね、なんかその仕組みを分かるには、うん、こっちの方が早いのかも、早いのかもしれない。最初って、うん、カメラポンってやって、うん、出口、縦になってなるもんね。そう、なるなるなる、うん、すごい分かりやすくて、いいんじゃないですか、これはね。はい、オールドレンズ入門とかにもいい顔してるもんね。いや、素晴らしい。なんか結構この安価なその中国製のこういうマニュアルレンズっていろいろあるんですけども、うんうん、ソニーと富士両方いけるということで今回これ選びましたが、うん、他にも1万円とか1万円切るようなものとかもたくさんあるので、ぜひぜひ試してみてください。いやー、本当ですよ。オールドレンズが買い出すかもしれない沼にまた新たな沼にこれからまた、ね、あのいろんなもの撮っていきますね。いただきますので、はいはい、お願いします。ということで今回は何て読むのかわからないけどおそらく2位は2位はの2位は、マニュアル単焦点レンズ、はい、2人で比べ撮りしてみましたでした。ありがとう、チャンネル登録よろしくお願いします。もまして